リエナちゃんさ、はい、aupay のさ、はい、あの一筆書きのとかさ、アクスタリだったの見た？見ました。とんでもないものが出来上がってた。私もさ、数日前、もう本当前日ぐらいかな、はい、構成見てね、はい、アクスタになったっていうのを見て、アクスタにしたの衝撃ね。でもいろんなところに連れて行ってほしいなと思ったんですけど、ね、なんかあれ一筆書きって本当難しかったですよ ね、 難しいね。しかも意外と時間がなくて。なかったです、ね、私多分ね10秒とかだったんですよ。うんうんうん、ね、多分塗りすぎて、うん、多分ね、伸びたんですよ、ね、15秒ぐらいになってたかな確か。そうなんです。でなんかこう書き足していい、ね、みたいなことになって数秒伸びるみたいな ね、 いやね、すごかった。お題も難しかったんですけど、うん、もうね結果も出たので、そう、ね、言ってもいいんですけど、うん、ね、バレエをするペンギンっていうお題だったんですけど難しくないですか？難しいですよね。なんか、まあ、リエナちゃん始まりだから、う、ね、確かにこうバレエのところから、ね、始まったんだろうなっていうのは分かるけど、ペンギンってどんなだったっけってねなるよね。やっぱなんかペンギンって手足結構固定組じゃないですか。もう動かすことフカヒレベルだからイラストでそれを表現するのがすごく難しくて、ね、いやすごい、いや難しいなと思って。でもアイリンさんの次だったのね。そうでしたよね。だから軌道修正が非常にいやリエナちゃんのを見ながらねアイリンさんのコメントが、うん、私は好きとかですよね。そうなりますよねいやでもアイリンさんの見たのになんかすごい画伯を発揮しすぎちゃって、そんなことないですよ。アイリンさんからこう受け継いだと思えない絵を出来上がらせてしまってとんでもないです。私はすごく鋭利な絵を描いてしまって尖ってた。そう、すっごい尖ってたんですよ。もうすっごいもう鋭いペンギンを描いてしまったんですが、これですね。アイリンさんがすごく柔らかくしてくださって、こういうの尖ってることあるんですか？鋭角が見える。いや、え、でもやっぱこの私からアイリンさんからの軌道修正が異常だったんですよ多分。え、これが小林リエナちゃんで、アイリンさんで、私ナナさん、ユイさんです私本当ね尖ってる。もう急がなきゃ準備をだってなってペンギンだったんですよ。俺の知ってるペンギンと違う。で、バレリーナポイントを入れるのがすごく難しくて、うんうん、お団子とこの黒丸がお団子なんですよ。ここね、ここね。でちょっとリボンもつけてみてて、チュチュとぐしゃぐしゃのバレートーシューズを描いてみたら、アイリンさんがすごく踊ってくる踊ったペンギンにしてくださったんですよね。いやでもこれ一筆っていうところがこうすごい難しくて、こう戻ったりしながら ね、 ね、すごいね、頑張ったから。可愛 い、 でもユイさんのも可愛 いですね。ね、なんかちゃんと一番ポジションですけど、なんか眼鏡かけてるちょっとさ、でもさ、リーナちゃんとちょっと似てないそう、ユイさんのちょっと似てるんですよ。足長めでちゃんと一番になってますいやすごい、こんなね一筆書きでもね結構個性出ますね。ですねいや改めて見てわかるアイリンさんの素晴らしさっていうところで、いや本当に画力欲しいです、ね、本当 いよいよこのリレーもなんでかわかんないけど完成したので ね、 ね、本当ね、うん、よかったよかった、すごく達成感がありましたいやだいぶ盛り上がっちゃいましたけれど、ね、そんな踊ったペンギンだったんですけど、今日は本当外で踊ってしまうと、ね、汗かきかきで大変になるようなお天気となりそうですよね。